私には時間がない。お前たちのもういいから、この世界をみんなの夢を守ってみせる。それがお前の夢か。そうだ。ならば思い知るがいい。夢の力など無力だとな。心当たりも探してみたんだけど。
嘘だよね。ドリームレンジャーがそんな。ドリームレンジャーは少し前から自分の体の限界は近い、そう言っていたの。どういうことだ。これまでのインフルエンジャーたちとの戦いで受けた傷は確実にドリームレンジャーの体を蝕んでいったわ。そんな状態のドリームレンジャーをどうして一人でパンデミックに。私もまさか一人でパンデミックに挑むとは思わなかったの。ごめんなさい。ふざけるな。やめなさい。話せ。ドリームレンジャーを見殺しにしたお前たちに何も言う権利はない。あんただってそうでしょ。ドリームレンジャーに嫉妬して裏切って。そんなあんたが今更こんなことをしていたって。大丈夫。え？ドリームレンジャーはいつだってみんなの夢を守るために戦っていた。それがドリームレンジャーの夢だから。ドリームレンジャーの夢はまだ終わってない。そうだよ。ドリームレンジャーはきっと生きてる。生きてるもん。そうでしょ。ええ、ドリームレンジャーは今も戦ってる。私たちが諦めて落ち込んでる場合じゃないわ。うん、みんな。手こずらせんじゃねえよ。夢も希望もワクチンも今日ここで滅びるのだ。やれ。全てのワクチンはここで全て滅ぼしてくれる。カタストロフはパンデミックだ。ここまでだな、ワクチン。まだだ。ドリームレンジャーはみんなの夢を叶える虹の戦士。奴を倒すのは俺だ。俺の夢はまだ叶えられていない。あいつはドリームは傷つきながらも戦ってみんなを照らす希望の光になる。それがドリームレンジャーなんだ。その通りだ。ブラックレンジャードリームレンジャー。ドリーム、みんな心配かけてすまない。ブラック、私のマント預かってくれていたのか。ありがとう。そんな、あの傷で生きてるなんて。夢がある限り私たちは決して負けない。今度こそ終わらせてやる、ワクチンども。みんな行くぞ。うん、シンクの情熱ルビー、甘色の慈愛サファイア、全力の希望エメラルド。私たちダンスレンジャー、無限の愛でみんなを包む光の戦士セロンフィーナス。光を飲み込み闇を制す暗黒の帝王ブラックレンジャー。みんなの夢を叶える一度戦士ドリームレンジャー。ここからが本番だ。行くぞ。ブラジャー、立ちな。ブラジャー、ブラジャー、ブラジャー、
な。はっ、うおっ、しげり一緒にやってあげる。ふっ、みんな、おいでて。私は一人じゃない。支えてくれるみんなが夢がある。だから私は負けない。繋がなければ生きてゆけない。夢見る夢は何も変わらない。夢はさあ行くぞ。この時を待っていましたよ。
これがなければドリームレンジャーは助からない。それを渡しなさい。ドリームレンジャーは今度こそ死ぬのです。そうはさせないぜ。はぁーっ、うん、ユウは俺は夢を求め夢を守る石田選手ドリームレンジャーサイン。そんなドリームレンジャーがもう一人いたなんて覚えてなさい。みんな心肺蘇生を再開だ。はい。パッドの一つをシートから剥がして図のように右胸に貼ってください。もう一つのパッドをシートから剥がして左脇腹に貼ってください。体に触らないでください。心電図を調べています。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。みんな離れて。点滅ボタンをしっかりと押してください。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。あ、心臓が動き出した。呼吸も戻って、うん、よかった。私は無事でよかったな、ブライト。君が助けてくれたのか、シャイン。ブライト？社員？どういうこと？ドリームレンジャーは俺たち虹の戦士の総称で、俺はドリームレンジャー社員。私はドリームレンジャーブライト。つまりナースレンジャーのルビー、サファイア、エメラルドと同じってこと？それはなんとなく分かったけど、もう一人のドリームレンジャーがなんで急に？それは総司令の采配でブライトに代わり、俺がみんなと一緒に戦うことになったんだ。私はこれまでの戦いで受けた傷を癒すために戦線を離れることになった。何を言っている、ドリームレンジャー。俺との決着はどうするつもりだ。すまない。ふざけるな。今すぐここで決着をつけろ。ダメよ。今のドリームレンジャーはあなたと戦える状態じゃないの。わかるでしょ。認めない、認めないぞ、こんなこと。ブラックレンジャー、私は必ず帰ってくる。必ずだ。ブラックレンジャー、何やら複雑みたいだな。あなたにはわからない、いろいろなことがあったのよ。みんな、これからは社員と共にこの世界、みんなの夢を守ってくれ。今すぐは無理かもしれない。でもこれだけは約束するわ。私たちはあなたが大切にしていた夢を、この世界を守ってみせる。だからあなたは安心して体を癒して帰ってきて。ありがとう。会場のみんな、今日は応援ありがとう。私はみんなの応援のおかげでここまで戦ってこられた。これからもエロンを、ナースレンジャーを、そしてドリームレンジャー社員を応援してほしい。よろしくな。
果てまで届け。